のにバレた。急に始めたのにバレたぜ。こんばんは、こんばんは、こんばんは。やっほー。今日はね、30分やります。だから9時半までやるね。せっかくメイクをしてるのでショールームしました。センブリ茶めちゃくちゃまずかったよ。美味しいセンブリ茶聞いたことないけどねめっちゃまずかったよ。前髪かわいい、ありがとう。今から切ろうと思ってたんだけど短く、ちょっと長いなと思って短くしようとしてたところ。前髪切ってないよ。めちゃくちゃ長いの。耳出してるせいかなんか、さっきだって下ろしてたもんね。今家帰ってきて、あれにした。耳かけた。全自分のビタミン。そのピースかわいい、ありがとう。酸っぱくないよ。商品名ダメかな、裏向けとこ。オートアイドルだからコケティスに期待した。できないのよ、自分で。自分でできないのよあれ、メイクさんにしかやってもらえない。写真で一言面白かった、ありがとう。楽しかった楽しかったです。大喜利上手じゃないよ、全然上手じゃないよ。思いついたことを素早く適当に言ってるだけです。得意じゃないよ。でも一個言いたいのあったんだよね、写真で一言。違う、私の前に出てきた写真だったから出てこなかったんだけど、それ見た時に、画面出てきた時に、わこれ言いたいなって思ったやつだったんだけど出てこなかった。2枚目同じの。どれ、あのオシリンが泡立て器持ってるやつ。あれでもう一回出てきたら言いたかったな。って思ったのが一個あった。ネオシリの写真も多かったよね、めちゃくちゃ。あれ面白かったよね。ミラーボールが来た。センブリ茶美味しくないよ。
今日はキュンキュンだったからキュンキュンにしよう。スマホ落としただけなのに、あれはとっさに出てきた。映画のやつ、あれ見てるのは楽しいよね。私も一本グランプリ大好きなんですけど、見るのは楽しいよね。でもやるのは楽しくないよ。センブリ茶興味ある。すご、飲んだ方がいいよ。作家さんついてないです。作家さんついてたらもっと面白いでしょ。飲んでみたいの、すごいね。じゃあちょっと作ってみた方がいいよ、みんな。英語さんのやつが面白かった。あれはもうあれにしか見えなかった。写真で一言面白いよね。私も見るのもめっちゃ好き。やりたいとは全然思わないけど。いや、ほんと芸人さんってほんとすごいよね。って思う。死んできたこと面白かった、ありがとう。よかったです、面白いって言ってくれる人がいて。何、あ、気圧が下がりますって。すごくないよ。写真のね、お尻大好き。やっぱ面白いって言われてる。面白いって言われることないからさ、普段。ありがとうございます。そう、気圧アプリ入れてんの。そう、雨だからね。面白くないってば。それでなんかさ、ハードル上がるからもうやりたくないです、当分大喜利。もういいわ。たまにやるからいいんですよ。何、めっちゃ褒めてくれるじゃん、みんな。うさぎかぶったけど、普段からちょこちょこ面白いだって。やば。1年記念のプラン、よかったよかった。でもあれはちょっとサキポンに寄せたいからな。
え、あれウサギだったでしょ、どう考えても。ウサちゃんかぶったけど。ウサギにしか見ない。ありがとう。あ、鳥ね、鳥もあったね、確かに。え、全然思い浮かばなかった、あの時。思い浮かばなかった、全然。なんか難しいよね、見えないじゃん、見えないくしてたからさ。4番目とか5番目だと、いや、かぶるかなと思ってね、いろいろ考えるよね。楽しかったんで OK です。え、前髪の長さいい感じで長いよ。切ります、これ終わった後。ファービーに似てますのだって、めっちゃ面白い。何、ファービーってなんだっけ、あれだよね、喋るやつだよね。ファービーって久しぶりに聞いたわ。初めて言われたけどありがとう。褒められてるのかな。ファービーに似てますね、やばくない。ファービーって家にいた気がする私ね。え、なんかフクロウみたいになってたよね。ファービーに似てますねって言われた。ありがとう。めっちゃ喋るやつだよね。電源入れてたらさ、めちゃくちゃ喋るやつだよね。うちにいましたよ、ファービー。懐かしくない？あ、そう、最近ね、最近あの猫が好きなの。可愛いよね。え、なんかワンちゃん可愛いなって思ってたんだけど、最近猫可愛いなと思って。え、ファービーめっちゃ喋るよね、超喋るよ。売ってんのかな今、分からん。ね、最近見ないよね、ファービー。わかんない、もう売ってないのかも。二十歳に見えないって嬉しい、ありがとう。嬉しい、ありがとうでいいのかな。まあでも、褒め言葉かな。JK っぽい。今日幼く見える、なんでだろう。あと15分、あと15分でもう寝ます。寝る支度してます。今日も体力使いました。
大喜利体力使いそう。え、体力なんかいろんな気力を使った。どっと疲れました。楽しかったから OK。 カロリー消費したと思う。みんなもぜひやってみて。写真で一言。ぜひ。やりません。一人でしたらやばいですね。私もちょっとみんな見つけるかもしれないから。大喜利いやでもね、メンバーの写真って難しいですよ。なんか全然知らないさ、よくある外国人の人の写真とか、ああいうのの方がなんか、なんて言うんだろう、バリエーションは増えるよね。難しいよね、やっぱ知ってる人のさ、知ってる画像とかだと難しいよね。自分の写真で写真に一言とか難しい。難しいよね。やめてよ、写真で一言得意なんだとか、やめて、やめてください。ハードル上がるじゃん、ハードル上がるじゃん。でもなかなかね、大喜利やる機会なんてないから。またみんなが忘れた頃にね。いやでもあの写真言いたかったな、一言。なんて言おうとしたの。メイドになったら結婚できるって聞いたって言いたかった。タイムリーなのでね、言いたかった、めっちゃ言いたかった。それだけめっちゃ言いたかった。誰かが言ってたよね、みっちゃんか誰かに当たってたよね。それだけ言いたかった。時事ネタ、時事ネタですね。確かに、それだけです。今日の心の声は難しいよね。やっぱ前髪切ろう。回ってこなかった。いやなんか同じ写真2回とかあるんだと思って、もしかしたら来るかなと思ったけど来なかったです。
と9分です。何喋る？あと9分。ハート。お題欲しいです。いらないです。あ、大喜利のお題じゃなくてトークのお題は欲しい。トークのお題は欲しいです。やばい、今日めっちゃミラーボール来る。板チョコアイスめっちゃうまいよね。めっちゃ美味しいよね。ハート。あれ美味しいよね。食べてみて。食べたことない人。普通にスーパーとかコンビニ売ってるかな。コンビニとかも売ってると思う。今日のメイク薄め。え、薄めのつもりでメイクしてなかったけど薄めってさっきも感じた。スーパーよりコンビニかな。だってみんなコンビニだって。やめて、握手会でもうお題とか持ってこなくていいからいいよ、大喜利のお題とかいいから。本当にこうやって言うと本当に持ってくる人いそうだからちょっとやめとこう。まさやってください今日のことは。私が見る分には全然楽しいけどね。やんないですよ。ちょっともったいない、もったいないですよ。1枚貴重の1枚もったいないから楽しくおしゃべりしよう。全然フリじゃないです。どうすんのこれ。私がめちゃくちゃ面白くない回答しか出てこなかったらみんなの1枚無駄になっちゃうからやめよう。ほんと容赦なく「わかんない」とか言うよ。そうだよ、全然言うよ。みんな「え、大喜利とかできない」って言うよ。めっちゃ言いそうだってめっちゃ言いそうめっちゃ言いそう。それはそれで楽しみですね。じゃあ逆にどうぞとか言うかもしれない。そうだよ、みんな。そのまま剥がしに振ります。一番かわいそう一番かわいそう。あと4分。何しゃべる？
ってたのみんな。どうしたの？ワープした？止まった？止まったの？ちょっと待って、止まってた。髪の毛明るくなっちゃった、染めなきゃ。一瞬飛んだ。すごいみんな炎上してって言ってくれるけど、何聞きたいの？そんなに、そんなに私面白い話できないよ。何がいい？何の話してほしいの？うん、日常生活について。日常生活についてなんだ。最近チェケバラにハマってるんですか？なんかね、最近っていうか、やっぱ昔からチェックの服ばっか着てるなって。最近買う服もそうだし、クローゼット見ても思いました。チェック好きなんだよね。この後の予定ですか？もう寝ます。クロミちゃんがいない。あ、クロミちゃんね、持ってきてない、忘れちゃった。最近忙しくなってきました、ありがたいことに。チェック可愛いよね。あそこゲミョンの髪染めゆきちゃんにプレゼントしましたね。クロミちゃん全然売ってないよね。喜んでた、ずっと使ってくれてます。忙しいのはいつ見れる？いつだろう。でも結構まだ情報解禁してないやつとかもあるので、いつみんなにお知らせできるかわかんないですけど。告知はありませんか？あさって公演です。あさって公演です。いっぱいつぶやいてね。外ロケしたけど日焼けしてないですね。なんか白いねって言われた言われる最近、人に会うたびに。なんでですかね。画像とかツイートとかは結構なんて言うんですか、やっぱ踊ってるからさ、あんまり見れないんですけど、
踊ってる最中はね、本番中は。でもアーカイブ見たりとか、それこそハッシュタグで終わってから見れたりするので、ぜひメンバーもちゃんと見てるので、ぜひつぶやいてください。多分初めから知るよ、多分いつも知るよ。だってね、私も自分が黒いとこまだ見たことない、人生で一回も。はい、いっぱいつぶやいてください。生涯で一番開けたのいつだ、いつだろう、分からん。ということで、もう32分ぐらいなので終わりです。バイバーイ。おやすみ。いい夢見てね。